じゃんけんをしていただきたいんですが、はい、やっぱじゃんけんでもやっぱ負けたくないっていうふうに思ってますか。何かがかかれば。遊びのじゃんけんならまあ。遊びのじゃんけんの意味が分かんないんで、じゃんけんは誰もが負けるものですからね。それちょっと言うわけじゃないですか。<laughs> いや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 こんな,こんな めちゃくちゃ！子供でも大人に勝てる可能性のあるものないっすよ。でも深いですけどね。そういう意味では一応あのひけ勝つ秘訣はあるんですか？やっぱ心理学とちょっとこう。大げさに言うと近いんじゃないですか。緊張するとグーを出しやすいとか。そこで1回のじゃんけんだけじゃわかんないですけど、もしかしたら10回とかやればなんか？強い人は強い。 わ、うん、かりましたじゃあちょっとじゃんけんをお願いしたいんですけど3回勝負する3回勝負あっ 3, 3回じゃんけんしうか3回勝負やったら傾向も出るしそうそうそうなんかちょっと選択肢増えるじゃないですかな戦術が付け加わるかなっていうじゃあじゃんけん3本勝負最初はグー最初はグーじゃんけんポンのほうがいいよね最初はグーじゃんけんポンよっしゃあ <laughs> イエス でも統計あるんかもなでも次勝たんて意味ないんか準備できましたかはい早い結構俺考えすぎるタイプなのかな最初はグじゃんけんポンうわあ <laughs> いやそれは分からんかった絶対俺勝てると思ってたのにこれちょっと3本難しいなそうよねだって2回連続グーやもんね 最初はグー、じゃんけんぽんうわっあ出さへんの、そこで <laughs> 出すやろタイプ的になんか頑固そうやし <laughs> 難しいな、どっちにしろ三分のゃうもんなよし、勝てる最初はグー、じゃんけんぽん <laughs> 考えてること一緒やな <laughs> 最初はグー、じゃんけんぽんおっしゃ イエス危ない危ないこれはね結構ねみんな思ってる以上にね、あのー、負けられなかったんですプライド的に <laughs> <laughs> よかったこれでまたな数か月はじゃんけんでも負けない圭佑本田でかあで語り継がれるからやっぱ強いっすねいやいや強くないたまたまですけどでもまあ一生懸命やったよね 何事も一生懸命